Okay. Habla con Juana. ったく、時間食っちゃったよ。那行那行。Está acá abajo. なんだよ、しばらく顔見せてなかったじゃねえか。ほんの2、3日だったろ、クワノ。そりゃなんつうか。お前のすぐ後ろっつったら驚くか。ちょっとそういうとこは鼻につくんだよな。ふん。何か電話じゃ済まねえ話か。なる。楠本玲子に会ってきた。5年前に河合を殺した件、自首を進めてきたんだ。何だと？相手は何て言ってたんだ？自分に償わなきゃならない罪はないって。当たり前だ。お前勝手に何してんだ。あの人にはもう終わった話だ。二度と巻き込むな。勝手に終わらせんな。沢先生の事件は何も解決していない。彼女の親御さんはどうだ？きっと娘があんたに殺されたと思ってる。理由は分からず、犯人も捕まらない。何の事実も知らされずに、この先もずっと苦しみ続けなきゃなんねえのか。そんなことを沢先生が望むか。あんたらの正義も彼女だけは救おうとしない。まともに向き合おうともしねえ。どう言われようが、楠本さんをこれ以上苦しませんのは絶対に許さない。あんたがそう言うと思ったから彼女に会うことは黙ってた。いいか八神、彼女はな、ああ見えてまだミツルの飛び降りから立ち直れてねえんだ。河合を殺したことには今も迷いを感じてる。俺と違ってね。あんたと同じなら俺ももっと強く彼女に自首を勧められた。彼女が河合を殺した証拠はない。河合はカムロ町から姿を消した。警察だってそれを把握していなかったからだ。それにそもそも死体がなきゃ事件にもなる。どの道彼女は絶対に捕まらねえぞ。楠本さんが自首したところで警察も扱いに困るだけだ。俺はあんたのことも見過ごせないと思ってるよ。殺してきたのは7人だったよな。もうそこに何の躊躇もない。その証拠は？証拠もないのに人を疑うなんて。お前、そんなことで本当に弁護士を使うのか？今、カムロ町で、俺の仲間が江原の控訴に向けて準備してる。あんたの実態にも、そこで光が当てられる。それについて言えば悪くない展開だ。いじめ加害者を誰かが裁いていると世間にも知ってもらう。ただその時にはもう俺はまた別の名前で姿も変えてるだろうがな。あんたはまだ続ける気なのか？沢先生の犠牲はあんたにとって何でもなかったのか？お前の言い分はずっとそれだけだ。でもな、
彼女にとっても全部明るみに出るのがいいことかわからないぞ。え？沢君にだって後ろめたいことがあった。No, y lo mío es gripe, porque tengo dolor de garganta y moquera. El COVID no da moquera. なんだこれ？音声ファイル。江原さんが裁判で負けたすぐ後、俺と彼女が電話した時の会話を録音したものだ。田代君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ三越葉という生徒が探しに来ました。あの時田代君の怯えてた顔が頭から離れません。全て打ち明けてくれました。からかわれて、殴られて、お金を取られて、誰も助けてくれなかったって。Sí, a mí también cuando me llegó a dar, era sintomático. 私はそれを法廷にまで行って、なまさんディアシコモケ。ことにしてしまったんです。レベモレステスペリア。そんなこと絶対にしたくなかったのに。De madriola, el fato no manches. でも、証拠もないのに私一人証言したところで。Debes hacer este terapia de dolores. Sawa君は estar oliendo cosas desde lo ácido, apestoso, rico, de todo. Pero está difícil porque es un daño neuronal. A mí me dan tics, así como si fueran tics en el cuerpo, por esa me dio secuela del COVID. De repente me brinca el cachete, el pecho, el brazo, o sea, como si fuera un tic. あんたは自分の仲間が欲しくて、江原の復讐心に火をつけただけだ。いじめってのは人間の本能に近い行為らしいな。だから絶対になくならないそうだ。でもよ、例えばの話、どうせ汚れるからってトイレを掃除しないことあるか？誰が手汚してきれいにしなきゃ。これからもずっと俺は第二第三の楠本満を守るためにこの先も殺し続ける。抵抗できない相手に好き勝手やる連中は見せしめに制裁を受ける必要があるんだよ。法が代わりに機能してくれんなら俺だってやりたくない。あんたの言いたいことは分かる。でもやりすぎだ。もうよせ、クアナ。どうしても俺を止めたいなら、お前も俺を殺すしかないな。正義のためにさ。また喧嘩が始まるんじゃねえかと思ったよ。この間は後片付けが大変だったんだぞ。次あいつとやり合うときは、もう軽い怪我じゃ済まなくなるな。Oye, no manches, muchas gracias por esa sub, bro. Eres mi única sub. Gracias, dime, gracias, bro. Si te vas a ir al cielo. Eres el sub número uno.El sistema de. Se supone Twitch que dice que ahorita hay 51 minutos están desactivados los anuncios. Se supone que en 51 minutos no debe de tener este. Anuncios. Pero eso es mentira. Muchas veces este. Los mete a huevo. No, está cabrón.
¿Por qué crees que te dice que compres el Twitch Nitro? ¿Te has visto, no? El Like a Dragon me lo recomendaron. El problema es que que dicen que aparte debo de jugar los Yakuza para que le entienda. Es que no me. Mira, cada vez que avanzo me salen 40 de esos cabrones. Se pasó de verga. No, yo sí me los leo, pero pero obviamente, porque sí, ese juego sí me llamó la atención. Está buena la trama y todo, pero también es un juego que no a todos les agrada. Me sube todo. Ahorita nomás me siento deshidratado, bro. Estuve sudando toda la noche. Estuve tomando mucho líquido, pero aún así me siento deshidratado. Con la boca insípida. De hecho, mira, me puedo tomar estas. Ehara no satsujin douga o shin shouko to suru ka, jiden ni saibankan to kyougi shitai to. Sude ni netto de ouku no me ni sarasareta. Bueno, más me toca una. Sore o dou atsukau ka de, minna koshi ga hiketeru ndesu. Kensatsu wa mata fake douga to ka iidasu ki kana. Kamoshiremasen.それで今日その打ち合わせをすることになったんです。裁判所の会議室で。急で申し訳ないんですが、八神さんも同席できますか？わかった。もちろん。ありがとうございます。まだ少し時間があるので、急がなくても大丈夫です。では現地で。OK, で voy al juzgado.Pues rápido, ¿no? Sumari, Mami y Yui は痴漢の被害者ではなく、江原明弘とグルになって殺人のアリバイをでっち上げていたと。我々は痴漢の件を片付けたいだけなのに、弁護側はそこまで話を広げるわけですか。
Ado Takano. 被告人が痴漢した動機を説明するには、御子柴殺害の事実確認が必須です。御子柴。そもそも今回の痴漢事件は狂言で、そこに有罪判決が下されることまで、初めから彼らの筋書きにあったんです。法廷に強い敵意を持つ被告人ですね。江原は誤審を誘導することで殺しのアリバイを法廷のお墨付きにしたんです。当時は御子柴の死体がまだ出てなかったから気づくことは難しかったと思いますが、我々が出し抜かれたのは確かです。我々？あなたの本業は弁護士じゃなくて探偵でしょ。八神先生は今も弁護士の資格をお持ちです。気に障ったんなら忘れてください。高野健二、私を指導してくれた上司は若い頃そちらの源田先生が苦手だったそうですよ。いたずらに犯罪者たちの無罪を主張し、負けてもしつこく絡んでくる。検察官には常に攻撃的で、おまけにカムロ町でヤクザともつるんでた。何より無礼な態度が許せなかったと。へえ、源田先生のことをよくご存知なんですね。私も駆け出しの頃、源田先生に小僧扱いされてました。正直いい印象がありません。検事から苦手と言われるなんて、弁護士にとってそれ以上の褒め言葉はありません。話を戻しましょう。確認ですが、被告人自身は控訴の件を了承してるんですね。ええ。しかし、もし江原が本当に殺人を犯してるなら、そのアリバイを蒸し返されたくないはずでしょ。江原の目的は殺人の罪を逃れることじゃないんです。じゃあ何だと言うんだ。法を貶め、嘲笑ってみせること。だったらそんなのは相手にしないことが最善の手だ。ええ、多分そうですね。法が公正であることより、検察や法廷のメンツを第一とするなら。何だと？ああ、失礼、遅くなりました。皆さん、¿quién es?今回控訴にあたって弁護側は被告人の無罪を主張する気ですか？そしてそのために彼の殺人を立証すると。待ってください、その前にそちらは。警察庁の方です。江原が現役の警察官ということもあり、今回一応状況を確認させてもらいたいと。議論に加わるわけじゃありません。警察もこれ以上恥をかくわけにはいきませんから、正しい情報を国民に発信する必要があるんです。お名前を伺えますか？坂東と申します。肩書きは？警察庁の所属で調整官とだけ。これ以上話し合いの邪魔になりたくはありません。どうぞお気になさらず続けてください。私が思ってた以上にここは非公式な場のようですね。裁判長に改めて検察の意見を申し上げます。江原明弘の控訴において、我々は例の殺人動画を新証拠として認められません。出どころ不明のネットの噂に過ぎないんです。軽々しく法廷に持ち込んで審理すべきではありません。確かに。さらに江原が法廷に強い敵意を持っているのなら、例のネット動画もまた罠である可能性があります。罠？ええ。次は逆に映像を加工捏造していたという新証拠がネットに流出するかもしれませんよ。その時控訴が始まっていたらどうします？やっぱりやめようとその場でお開きとしますか？江原一人の気まぐれに振り回される、そんな法廷の姿を国民に見せるわけにはいきません。であるならば、法は粛々と江原に下した刑を執行すべきです。いかがです、弁護人？あなた方はそこまで考慮した上で控訴を申し立ててるんですか？ええ。何と言われようと、私たちは被告人の無罪を主張します。あんたもそうか？
江原にはきっちり三越葉殺しの罪を償わせるべきだ。人殺しが罪を逃れることを俺は見過ごせない。いやはや、それを審理するために痴漢事件を控訴する。だとしたらとんだお門違いだ。矢上さん、確かにおっしゃりたいことはわかるんですが、三越葉殺しはあくまでも痴漢事件とは別件です。え、あれ、そう、ここは痴漢事件の控訴について話し合う場なので。いや、そっか。じゃあ、なんだって言うんだ。江原の無実を証明してみせるよ。あいつが痴漢じゃないって証拠が出てきたんだ。だからそれが例の殺人動画なんだろ。ネットの意見を鵜呑みにする一般人と何も変わらない。あの動画がフェイクじゃないという証拠は、この先の未来では映像一つで判決が次々にひっくり返されることになるな。ええ、矢上さん、確かにこれは検事の言う通りかもしれません。え、あれ、今江原さんに…なんだ、江原の有罪判決は間違っていた。一審の時、あの人を有罪にするだけの証拠は揃ってなかったと俺たちは考えています。江原の手からは被害者の下着の繊維が検出されている。トリックです。事前に被害者と共謀して仕込まれてた。それがトリックだったと立証する証拠がない。間宮由衣と江原が事前に会っていたんだったか。ならその証拠は防犯映像でも残っていたか。駅の防犯映像は必要なければ数日で消されてしまいます。ああ、でも江原と間宮由衣がグルだった可能性がある以上、下着の繊維も有罪の決め手にはならない。そうですよね。他に江原の有罪の決め手は何だったっけ。防犯映像かな。それにテレビで何回も流してたスマホ動画、あれだって犯行を立証したとは言えないよな。何しろ決定的な穴がある。何だと。俺たちはその証拠を足で稼いできたよ。あんたは現場にちゃんと足を運んだか、高野検事。いや、でも新宿駅なら何度も行ったことがある。ならわかると思うけど、あそこは防犯カメラが山ほどあってほとんど死角がない。でも現場を細かく調べるとやっぱり死角はあったんだ。逃げる江原とそれを追う間宮由衣、一部始終が映像に残ってるように見えたけど、この矢印の点線部分はどのカメラからも死角になっていた。ここに江原が替え玉と入れ替わることのできた一瞬の穴がある。江原のすぐ後ろから被害者が走って追いかけていた。目の前で入れ替わったりしたら彼女がすぐ気づくだろう。みんなグルだからね。気づくも何も事前に入れ替わることを知ってたんだ。それを証明できるのか、高野さん。俺たちは被告人の無実を証明したいわけじゃない。何？一審で検察が揃えた証拠だけじゃ被告人の有罪を断言できないと指摘してるんです。それが弁護人の役割ですから。その通りです。少なくとも痴漢が狂言だった可能性を検察は潰しきれてない。なら疑わしきは罰せずでしょう。その言葉は一審の時に言うべきでした。もっとも、おそらく城崎先生も被告人の無実を信じていなかったのでしょうかね。一審の有罪判決は被告人に誘導された可能性があります。そこに気づけなかったことは私たちのミスです。でも気づいた後に正そうとしないのは隠蔽です。大げさな言い方はよせ。たかが痴漢だ。今の発言は聞き流せませんね。
たかが痴漢なら冤罪が許容されると国民にそう受け取られかねません。ねえ、失言でした。取り消します。やはり本件は控訴審で審理するのに値する事件ですね。もし敵意ある被告人に誤審を誘導されたのなら、それを正せるのも法廷だけです。ありがとうございます。ただし、江原さんの殺人動画は私も見ました。あれを法廷で証拠とするのは私も難しいと思います。残念ながら現時点で法廷に持ち込むことは認められません。Andaba leyendo, por eso andaba bien metido en directo, exacto. Saori-san. Buenos días, buenas noches. ¿Eh? Ato de jimusho ni kao dashi ni iku yo. Nada más que no puedo hablar muy fuerte. Shitsurei shimasu. Bando-san, deshitakke? Kouan no...その所属は名乗りませんでしたが、まあそうです。楠本玲子を知ってますか？厚生労働省の事務次官。もちろん。彼女を監視する理由は？そりゃ人聞きが悪い。今ここにいるのは俺とあんただけだよ。なるほど。話が早くていいですね、八神先生。あんたにとって江原の裁判はそんな重要なものじゃないか。ってことはここに来たのは俺と会いたかったからじゃない？桑名の居場所を知りたいんだろ？全然見つからないんで、あんたも思い越しを上げなきゃならなくなったとか。桑名こと喜多方優は殺人容疑で指名手配中です。居所をご存知ならぜひ教えていただきたい。殺人で指名手配ね。いや、沢先生はあんたんとこで使ってる RK が殺したんだ。それを隠し通せると思ってんのか？もう現場の刑事だってみんな疑いを持ってる。現場の刑事管理する側とされる側は対立をはらんでいるものですよ。現場の警官は上への愚痴をこぼしながら走り回るのが常です。私も若い頃はそうでした。じゃあなんであんたは警官じゃなく半グレを駒に使ってんだ？そのせいで沢先生を巻き込んだんじゃないのか？おっしゃってる意味が分かりません。あんたは今回の件が初めから汚れ仕事になると分かってたんだ。だから表立っては警察の人間を使えない、それともそこまで信頼できる部下を自分の手元で育てられなかったのかな？なるほど、そりゃいい。公安の人間にできるのはせいぜい監視と逆探知。残りの荒ごとは半グレに丸投げだ。そうかもしれませんね。ただそれでもお前らを踏み潰すには十分なんだよ。一応聞くけど、相馬は今どこにいる？そっちがすぐに桑名を差し出せばこれ以上犠牲者は出ない。なんだと？やつをかばう理由があるのか？分かってるぞ。桑名はいじめ加害者を処刑して回ってる。著しく治安を乱している人間だ。だとしても沢先生の件はあいつが犯人じゃない。私は議論するつもりでここに来たんじゃない。最後通牒だ。Aquí andaré un rato. Quiero jugar mínimo. Ahorita llevo 30 minutos. Es otra hora mínimo.
Todavía traen pistolas. Taku, y cague ni shiro. La Mauser.矢上さん、さっきは大丈夫でしたか？警察庁のあの坂東という人、もしかして RK のバッグについている一味ということでしょうか？ああ、間違いない。桑名の居場所を知りたがってた。なるほど。そういえば、星野君が RK の噂を聞きつけてきたようです。あ、どんかばこれよ。う、高野って検事どうだった？いや、俺どうもあいつを昔小僧扱いしてたらしくてな。沙織君にそのとばっちりが行かなきゃいいと思ってんだがよ。星野君、 RK のことで何か聞きつけてきたって？ええ、どうやらあの阿久津って幹部がカムロ町に戻ってきてるそうなんです。昨日から阿久津が RK のナンバー2ですよね。ああ、あいつなら多分相馬の居所も知ってる。阿久津はカムロ町のどこに戻ってるんだ？ああ、そう。八神さんはご存知かどうか、 RK はカムロ町に息のかかったキャバクラをいくつか持っているようで、それをナンバー2の阿久津が仕切ってます。で、系列店で売り上げのいい子とか今後期待できる評判のいい子がいると、阿久津が直々にボーナスを手渡してくれるらしいんですよ。星野君はどっからそんな情報を取ってくんだ？うちの依頼人はキャバ嬢とかカムロ町で働く人が多いですから。要するに売れそうな子は阿久津に会えるということですね。ええ、ここ何日かその表彰が途切れてたんですが、昨日はそれがあったみたいなんです。つまり横浜に行ってた阿久津がカムロ町に戻ってきてるってことですよね。なるほど、うん、確かにそうだな。で、具体的に阿久津はカムロ町のどこに戻ってきてんだ？そこまではまだ。 RK の幹部は毎晩居場所を変えるらしくて、多分警察に行動を把握されないためでしょうね。でも売れそうな女の子なら阿久津の方から声をかけてくるわけか。イカスポプラレス。もう全然嫌じゃありませんよ、この展開。むしろ望むところです。ああ、うん、沙織さんがまたキャバ嬢になってくれたら阿久津を引っ掛けられる。これは RK の潜入ミッションになります。だから危険なのは分かってるんですが、クソ、僕はまた沙織さんの変身が見たい。こんな自分を抑えきれない。何を言ってんだお前。どこかはっきり RK の系列って分かる店はあんのか？ねえ、ずっと前にも沙織さんが潜入したクイーンルージュというお店がありますよね。あそこが少し前 RK の半グレに乗っ取られちゃったみたいで。クイーンルージュか。あそこの店長は変わってないのかな？そうですね、もともと雇われ店長だったんですが、今も変わってません。ただ以前は高級店だったのに格安を売りにするようになってて、内情は変わってるかもしれませんね。そうか、格安なら俺も行ってみるかな。あ、そうか、じゃあ僕も行きたいかも。バカ言ってる時間はありません。そうだな、
沙織さんはまた服とかメイクとか準備がいるね。一緒に考えるよ。いえ、それなら大丈夫です。ん？先日マリ姉さんと一緒に RK 好みのメイクを追求したところです。今回もそれで行こうと思います。ああ、マリ姉と。でもほら、男好みのメイクはやっぱり男がやった方がいいしさ。お言葉ですが、見てもいないのにその判断はいただけませんね。お、あ、そう。沙織さんに任せるよ。俺なんかの出る幕じゃなかったな。おいしい。ええ、こう言ってはなんですが自信のメイクです。任務に支障はきたさないと断言できます。なるほど。うん、その息はよしだ。さすがうちの沙織君。我が源田法律事務所は向こう20年は安泰だな。本当ですね。八神さんも英断でした。よし、んじゃ早速作戦を始めようか。参りましょう。Ok, se va a maquillar. Pues sí. Ya salió Vincenzi. Oh, naruhodo. Kore wa tashikani ii ne. Marine-san no okage desu. Kanpeki ni shiagatteru. Sasuga. Bachi da. Eh. Dewa maerimashou ka. Queen Rouge e. Saori-san ga meiku shiteru aida, tenchou ni wa nyuuten no koto wo hanashiteite yo. Hoshino-kun ga itte ta touri.ある程度売り上げが見込めそうな子には阿久津からお呼びがかかるってシステムらしい。わかりました。要するに私は店のナンバーワンを目指せばいいわけですね。自信のほどは。できるかできないか保証はできません。ただやるだけです。どこまでもついていきますよ姉さん。行くかい。Mientras no puede correr. このお店、近くを通ることはありますけど、中に入るのは久しぶりです。店長、沙織さんのこと覚えてたよ。前も一晩だけじゃなくて本当はずっといてほしかったってさ。潜入キャバ嬢再びですね。あ、その前にこれ渡しとくよ。無線のイヤホン。うまく阿久津のところに行けることになったらそれで連絡を取り合おう。何かヤバい時はすぐ助けられるようにしとく。わかりました。背中は八神さんに預けます。ああ、それじゃあよろしく。よろしく。沙織さん、本当に沙織さんなんだね。やっぱり別格の美しさだよ。
君を見てると店の全盛期を思い出すな。お元気でしたか、店長。元気元気。そうでもないか。前に来てもらった時はここを高級店で売ってたんだけど、それじゃあなかなか苦しいってことになってね。今は早い、安い、接客はまあまあって感じの方針なんだ。話は少し聞いてます。大きな声じゃ言えないけど、前のオーナーが賭け麻雀ではめられちゃってさ、で経営を RK に乗っ取られちゃったんだよ。以来よそと同じく格安路線に変えられちゃったわけ。でもさ、そうなると回転上げないと儲からないし、女の子の質も下がってくんだよね。見込みのある子には RK からお声がかかるとか。そうそう、よく知ってるね。 RK は稼げる人、力のある人には待遇がいいんだよ。これをって子がいるとボーナス渡して気前のいいとこを見せようとするわけ。まあ阿久津さんってのが可愛い子と飲みたいだけかもしんないけど。阿久津さんとはどちらで会えるんですか。場所は特に決まってないな。いつも向こうの気分次第だね。あ、もうボーナスもらう気満々じゃないの。でもきっと沙織さんならいけると思う。その意気だよ。 10,000 experience。 沙織さん。ええ。入店は問題なかったみたいだな。俺は今のうちに助っ人を呼んでくるよ。助っ人？ああ、阿久津に会えるようになったら全員で書かれるようにね。それまで頼んだ。あら、あんたが店長の連れてきた大型新人さん。思ったより年がいってるみたいな。沙織と言います。どうぞよろしく。あんた今までどこの店で働いてたの。普段は普通に事務仕事なんですけど、2年ほど前に一度こちらでお世話になったことがあるんです。何それ、気が向いた時だけのパートってこと。この仕事舐めてる。そんなお気楽な仕事だと思われんのは心外なんだけど。なるほど、ごもっともです。では今夜はお二人からプロのお手並みをとくと見せていただけると楽しみです。何その口の聞き方。こうやって休憩時間に新入りをいびるのもプロの技なんですよね。ああ、いけませんね、すぐそんな怖い顔したらお客様が楽しめなくなってしまいますよ。さっき。かな。見た目だけの勘違い女かと思ったら案外気合入ってんじゃん。ちょっとメグ、新入りにこんなでかい態度許していいの。この世界は実力主義だからね。仕事ができれば文句はないよ。お二人の足を引っ張らないように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。沙織さん、メグさん、クリコさん、お客さん入ります。よろしくどうぞ。じゃあ見せてもらおうじゃないの、店長期待の大型新人の実力をね。ええ、望むところです。どうも、メグです。いらっしゃい、クニコです。はじめまして、沙織です。おお、沙織ちゃんね。ああ、どうぞどうぞ、座って座って。いやだね、綺麗ですね。ほら、こか、本当にこのお店最高。あ、どうも、はじめまして。せらぶりか。わな、しれまんどレフェッソ。でもな、俺の発する意義ありは、あ、それはもう検事たちを震え上がらせたもんでね。すごいですね、
さすが弁護士先生。ああずるいですよ源田先生ばっかり。僕もねこう見えて司法試験でトップクラスの成績だったんだよ。へえ司法試験？ちょっと待ってよ嘘でしょ。君たちもしかして司法試験知らないの？日本一難しい資格試験なんだよ。そうらしいね。資格なんだ。私も漢字検定3級取ったよ中学の時。そんなのと一緒にしないでよ。漢字検定も立派な資格ですよ。え？司法試験に受かったなんてそんなのもう随分昔の話でしょう。あなたはまだそんなことを自慢にしてるんですか？え？あ、いや、あ、ちょっと沙織ちゃん、お客さんに向かって何言ってんの？そうですよね。つまんない自慢なんかして最低ですよね。でも司法試験はその非常に難関でした。いやたくさん勉強しないと受からないんです。え、嘘、泣いてるじゃん。人の価値は過去に何をしたかでしょうか。この先何をするかの方が重要ではないでしょうか。あ、そんな。頼む、よしてやってくれ。星野君にとって司法試験の成績はな、人生で一番輝かしい記憶なんだ。それってつまり最近の活躍はないってこと？嘘、やだ、何それ、超かわいそう。な、うん、胸が。頑張ろうよ星野くん。que le sienta bien el corazón, ¿no? JK の頃が一番輝いてた。でもだから何？それでもいいじゃんね。メグちゃん、今夜はメグが慰めてあげるからね。いっぱい飲もう。よかったですね。いや違います、これはその流れってやつで。流れよね。そうだな。よし、飲もう飲もう。ああ、君らもどんどん飲んでいいから。うん、嬉しい。本当？ごちそうさまです。それでな、聞いてくれよお嬢さん方。俺は今夜は楽しい。楽しいぞ。キャバクラってのはいいもんだなってつくづく思うわけだよ。全く同感です源田先生。とにかくここは接客が素晴らしい。あー、もう毎晩ここに来たい。それだ、ビンペード。朝までいたい。やだ、星野先生も源田先生もお上手。そうだ、じゃあまた来るってことならキープボトル入れちゃいません？いいじゃないですか、弁護士お金持ちなんだし。そうだな、いやお金はそんなにはないんだけど今日はもういいよな。ボス、かっこいい。あれれ、沙織さんどうしたんですか？泣かない顔しちゃって。ほら、スマイルスマイル。そうだぞ沙織君、君はな、もうちょっと愛想よければ華やぐのにと俺は常々思ってたんだ。La reina del cotarro。なんかお客さんたちって沙織さんと初対面じゃないんですか？うん、そういえば確かに、なんかちょっと時々ね。お、どうなんでしょう、僕たち知り合いだとなんかまずいんでしたっけ？まずくはないですけど、私たち初対面じゃないですか。おかしな先生。初対面って、俺たちがか？やだ、もうどうしたんです二人とも。メグさんとクニコさんが変な目で見てるじゃないですか。別にそういうわけじゃないけどさ、でもなんか
不自然は不自然だよね。私たち不自然だって星野先生。沙織さん、でも私自分を抑えるのがうまくできなくって。Va a ser que se le pare el corazón ahí. Saori はいけない子なのかな。星野君、おい、なんかケチからんぞ。これ聞いてんのか、二人とも。あ、ねえ、ちょっと俺らのとこにもあの子呼んでほしいんだけど。かしこまりました。沙織さんをご指名でございますね。俺も来てもらいたい。待てよ、こっちも頼みたいんだけど。いや、これは皆様お待ちください。順番にお伺いしますので。大型新人、期待以上だったみたいな。その3 para todos、マジか。La dos por mujer, ¿no? これは参りました。姉さん、数々の失礼、本当にすみませんでした。そんな、今日はたまたまうまくいっただけですから。いえ、そんなことないです。なんかトークの持っていき方も色気だって、全部負けたなって思いましたから。おかげで私も今夜はいいお酒飲めて勉強になりました。いやー、3人ともお疲れさ。すごかったね。今夜は客が客を呼んでずっと引っ張りだこだったでしょ。久々の大盛況だったよ。これも沙織さんのおかげだ。いえ、メグさんと邦子さんが一緒に頑張ってくれたおかげです。そんな、今夜の MVP は誰がどう見たって分かってます。店長、ここに来たってことはもしかして沙織さんにボーナス出るんじゃありません？ああ、その通り。まさか初日からこんなトントン拍子に行くなんてね。さすがとしか言いようがないよ。阿久津さんからぜひ沙織さんをねぎらいたいって。金一封のボーナス支給だ。今早速表に迎えのタクシーが来てるよ。本当ですか？嬉しいです。うわー、すごい。本当に出るんですね、ボーナスって。私もいつかもらえるといいな。それで阿久津さんはどちらにいるんですか？着いてからのお楽しみだそうだよ。阿久津さんは自分の居所をオープンにしないんだ。もちろん神室町のどこかだとは思うし。あ、大丈夫、帰りもタクシーで送ってもらえるってことだから。そうですか、わかりました。とっても楽しみです。大丈夫だ、沙織さん、俺も今ちゃんとついてってる。すぐ助け行けるようにしてるから。運転手さん、今どこに向かってるんですか？いや、もうすぐにそこですから。神室町からは出ないんですよね？ええ、ご心配なく。この方向、多分半グレのたまり場に向かってるな。クラブスブテラニオ、地下にあるクラブ。クラブスブテラニオ、俺が相馬と初めて会った店だよ。ここんとこずっと閉まってたはずなんだけど、今夜は久々に空いてるってことかな。間もなく到着です。お待ちしてました、沙織さんですよね。すっごい綺麗。阿久津、阿久津さんが喜びますよ。どうも、お招きいただいて。 RK は稼げる人を大事にするんです。ここに来たのはその素質を認められた証拠ですよ。沙織さんももう立派に僕らの仲間ですね。それじゃ僕が案内しますよ。お願いします。阿久津さん、
今夜のヒロインを指名しました。クイーンルージュの沙織さんです。ああなるほど、こりゃ前評判以上だ。来なよ、頑張り屋さんにはご褒美をあげて明日もっと稼いでもらう。阿久津さんの噂は金々、有名人と会えるなんて嬉しいです。まあ座んなよ、疲れてるとこ釈放しろなんて言わね。半端じゃなく高いんだよこの酒。無粋かでもこれ言わねえとせっかくの誠意が伝わんねえだろう。そんなこと。そしてこっちがお待ちかねのボーナスだ。100万円入り。普通の OL さんなら大金だよな。誰にとっても大金ですよ。ほう、弁護士にとってもそうなんだ。やーす、弁慶です。白崎先生、どういうことですか。前にも RK に探り入れてきたんです、この女弁護士。いやー、マリオ、その時は河合のことを聞き出そうとしてきました。カムロ町はさ、もううちのもんがいろんなとこで目光らせてっから、怪しい動きするやつはすぐ情報が伝わってくんだよ。俺や相馬の居所をこそこそ嗅ぎ回るようなやつは大抵殺のスパイだが、それが今日は弁護士の女先生とはな。なんで俺んとこに来た。誰の差し金だ。あ、やばりよ。どうやらまずい状況みたいですね。弁護士の割には鈍いな。今頃理解できたのか。まずい状況なのは私ではなくあなた方がです。ahí están, ahí están, ya llegaron los apoyos. よう、思ったより探すの大変だったよ、阿久津。なるほど、沙織ちゃんの糸引いてたのはお前か。久しぶりだな、三下のお前が組抜けてから小山の大将だって。笑わせんな。三下はてめえだろうが東、お前らだけで乗り込んできた根性は買ってやるよ。いやがみ、お前は一度拾った命だったのにね。まだこっちは全員出揃っちゃいないよ。ああ、本当にぶっ殺してるのは相馬の方なんだがよ、とりあえず今夜はてめえらで我慢してやる。カイト、てめえまだ殺されたんなかったかよ。じゃあ戦いのゴングを鳴らすのは今日ここまで頑張ってくれた沙織さん、頼めんかな。え、美人が鳴らすゴングなら余計に気合も入るってもんだ。おう、一丁景気いいの頼むぜ。そうですか、ではお三方やっておしまい。よっしゃ、エルポデルデラムヘル。Sáquese. Cara de moquina. Oh. I'm sick. I have to do. Can you hear my voice? Oh,
世紀。The Chamber of the Water. Puto. もう逃げらんねえぞ、阿久津。これでゆっくり話せるな。相馬はどこだ？I wanna be honest. I don't want emojis or something like that because I'm a little streamer. なんだよ。結局お前もあいつの駒か。あいつはなんだ。お前らはなんであいつの言いなりになってんだ。相馬はどんな相手の嘘も見抜く。I don't make our most funny money, you know? 敵の言葉だろうが、味方の言葉だろうが。Mon, by mon. 裏切り者がいるよ。Only have one suit. そいつが動くよりも前に殺す。どんなに遠くだって見えて、かすかな匂いだって嗅ぎつける。だから俺は、あいつにだけは嘘をつかねえようにしてきた。この業界で生きるには、嘘を見抜く能力に限る。アホか。そんな便利なもんあってたまるかよ。お前は何も分かっちゃいねえんだ。
I don't make money. Nothing, nothing.登場会を抜けるのだって誰より早かった。I am Lee, a poor streamer. 普通組み抜けるには大金がいる。上に金詰めなきゃ殺されたって文句は言えねえ。極道ってのはそういう世界だ。誰に向かって講釈垂れてんだ。けどそう思うよ。登場会に先がねえと踏んだ途端、国から飛んだ。上に一言も伝えず、金も積まずに出て行っちまった。そんなのタダで済むわけねえだろう。だよね。Yes. だから俺は奴が飛ぶと知った時、忠告したよ。お前、消されるぞってな。だが、相馬は笑って俺にこう言ったんだ。My cousin makes my emojis free. この国が終わりだ。俺が殺されるわけがない。Yes. 余裕だって。むしろ俺に、お前も抜けちまえ、何も気にすんなと逆に忠告してきやがって。どういうことだ。あの頃もう登場会って組織には組抜けるもんまで構ってるようになんてなかった。 The channel is for poor people, you know that. それを相馬は見抜いてたんだよ。で、una humildad, 実際無駄に組抜けたのに、あいつには誰も手出さなかった。確かに相馬はスルッと組み抜けた最初の一人でした。目端が効くのは間違いねえ。登場会が先細ってる間、あいつは地下に潜って RK のネットワークを一人で作り上げちまった。それでお前は相馬のパシリになったわけか。俺に相馬を仕切る器はねえよ。俺は RK の表向きの顔に据えられただけで、裏からそれを操るのは相馬。RK に引っ張り込まれた時から俺もそれで納得してる。お前も器がねえなりに自分が見えてるじゃないか。さっき阿久津、相馬は公安に使われてる。そのことは知ってるか。公安？じゃあ相馬が河合信也を神室町で探してた理由は。知らねえ。あれは相馬がある筋から金積まれた仕事だって。桑名を追う理由は。いや。なら相馬と公安の接点は。何でもいい、思い当たることはないか。知らねえ。なんだよ思い当たることって。まさかな。いや、あり得るか。ん？なあタボ、もしかしたら相馬は公安そのものだったかもしんねえぞ。ん？どういうこと？公安そのものって。ああ、公安ってのは人をスパイに仕立て上げて情報を取る、そういうのを S を作るってんだ。狙われるのは右翼とか左翼、反体制的な市民団体とかそういう連中でよ。もともとそこにいるメンバーの弱み握ったりして、公安は自分らのエースにする。公安は自分のエースを見つけて育てる。だがな、公安の警官自身がスパイとして潜入することもある。例えば極道の組織だ。すると警察の情報にやたら詳しく、In the future. 嘘を嗅ぎ分けるのがうめえって極道が生まれる。じゃあ相馬がその潜入捜査官だったってこと？さっき阿久津が言ってたろ、相馬は組を抜けるとき登場会全体に先がねえことが見えてた。若い三下の組員がそこまで確信持てるとは思えねえ。だがよ、そいつが警察やら公安の情報を持ってるなら話は別だ。登場会のことも神室町の動きも手に取るようにわかる。だから相馬は登場会の解散を見越して動けたわけか。ねえ。そして組を抜けたあいつがやったのは、登場会からあぶれたヤクザたちの受け皿を作ることだったってのはどうだ。その手のやつらを公安で把握監視するためにだ。実際 RK は今も
俺とか元登場界の極道を勧誘してる。つまり RK って組織はチリジリになったヤクザを公安が管理するために作られた。公安のやりそうなことではあるぜ。犯罪組織をいちいち潰してたらどうせまた別の新しい連中が出てくる。そいつらを一から調べ直すより把握できてる組織をほどほどに泳がせといた方が利口だ。でもそのリーダーを公安が自分でやっちゃうってズブズブの癒着じゃねえか。相馬が公安の潜入。おい、だとしたらやべえぞ。のんきに喋ってる場合じゃねえ。何が？あいつにはこの部屋のことも筒抜けなんだ。相馬が本当に公安で今俺らが話してたことを奴が聞いてたとしたら。おい阿久津、相馬に筒抜けだったらどうだってんだよ。相馬は誰にも今の話を聞かれたくねえはずだろうが。お前です。やめろ。La policía lo chingó. Oh my god. Por abrir la boca. Oh my god.Hijo, se quedó bien. Ehara Akihiro no Kozoshin ni ugoki dasu. Yagami to Genda Hōritsu Jimusho. Sara ni Kōan no Chōseikan. Bandō ni Taikō o suru beku. RK no Sōma o Toraiyō to Kakusaku suru. Da ga Sōma ni wa.公安の潜入捜査官であった可能性が急浮上してきたのだ。嘘、interesante。じゃあ銃を撃ってきたのは警官姿の二人組。ええ、そして阿久津のことを。その警官たち、まさか本物じゃないよね。ああ、多分相馬が自分の手駒に警官の制服を着せたんだと思う。どっちにしろそいつらを送り込んできたのは相馬だ。カイトさんが言うには公安の潜入捜査官だったかもしれない。知ってるかターボ、潜入捜査官はアメリカなんかじゃモグラって呼ばれてるらしいぜ。モグラか。でもいくら公安の潜入でも口封じに殺人までするなんて。いえ、相馬としちゃやらなきゃならなかったはずです。登場会時代からずっと潜入だったなんてバレたら、いくら組織のリーダーでもただじゃ済みません。どえらい裏切りですから。 RK には元登場界の人間も多いし、速攻で殺されちまいます。確かにそうね。だから偽警官たちは俺らも始末したかったようでした。できれば全員の口を封じるつもりだったんすかね。La Saori quedó bien traumada. 警察の方で源田事務所に警護つけらんないか。せめて今夜だけでも。わかった、すぐ手配してみる。それなら八神さんたちにも警護がいるのでは。ありがたい提案だけど、ほら、海藤さんも東も元極道だから警察に守ってもらうなんてね。ああ冗談じゃねえ。そうっすね、お気持ちだけで結構です。これで相馬は
ますます地下に潜ってくことになるだろうな。でももし奴を見つけ出せれば、逆に公安の尻尾もつかめる。その時は沢先生の件も明るみに出せるし、桑名や楠本玲子のことも。わかったわかった。ひとまず沙織さんを源田先生のとこに送ってこうぜ。今日はそれで上がりだ。そうだな。きっちりガードするから心配ないよ、沙織さん。なあに沙織、変身した途端みんなに守られちゃって。じゃああなたもたまには気合い入れておしゃれしてみたら。私は今これでもだいぶ頑張ってるんですけど。Tenemos que dejar ahí. Oh, なんだか大変だったな。大丈夫か？阿久津が銃で撃ち殺されたとか、本当血の気が引きましたよ。沙織さんに何かあったらどうしようって。俺らはいいのかよ。まあみんな無事で何よりだった。でも相馬にやられました。奴を甘く見てたみたいです。どういうことだ？奴は公安の潜入だったんじゃねえかって話です。潜入？何にしても先生と星野君は楽しい夜に水を差されて残念でしたね。ん？いやその、いやさっきキャバクラに行ったのは星野君がどうしてまで行くって聞かねえもんだから。先生だってどんなところか覗いてみたいって言ってたでしょう。そうだったっけ？よく覚えてねえな。そうですか、失礼。着替えてきますので。なんていうか、まあしばらくは沙織さんに白い目で見られてください。なるほど。じゃあその説で言うと、公安の捜査官がハングルまとめて RK を作ったわけか。ええ、それが相馬和樹です。まだ確かじゃありませんが、あいつが潜入ならいろいろ辻褄は合います。だから公安は RK を手駒にできたんでしょうし、逆探知とかの情報を流すこともできた。ハングレたちはそうとも知らず、ずっと相馬の命令で公安の使いっ走りをやってたわけだ。でも相馬に公安とのパイプがあるからこそ、 RK は一橋の組織になりつつある。例えば阿久津を殺した奴らも RK でしょうが、着てた警官の制服や銃は多分本物です。あれも相馬が公安だから簡単に調達できた。ではもう警官の制服は信用できないですね。下で警備してくれてる方たちは大丈夫なんでしょうか？心配ないよ、あの人たちは真冬のお墨付きだから。それにしても警察の方で公安を止めらんねえのか？ええ、公安はそもそも相馬なる該当人物はいないと知らぬ存ぜぬだそうです。記録は抹消済みってことですかね。相馬は軽く10年は登場界にいたはずだぜ。日教連って組で阿久津と一緒だった。あいつらのことなら俺より東が詳しい。分かった、じゃあそれはまた明日聞いてみよう。おう、そうだな。¿Vienes a Saori a la oficina ya?
tengo que regresar. Me atropellé. Listo, a descansar. Ni me hicieron caso. ¿Cómo estás, León? Regáñala, León, regáñala. ¿Qué tal está el Star Wars? ¿Está chulo? Yo no enfermo, bro. Tengo una nomás de la garganta. De repente me da tos. 練習の狙いは桑名さんだったんでしょう。幸い見つかる前に逃げたようです。まだ連絡は取れてないのですが。テッソーさんによれば怪我人が少々。襲撃の時、その場には相馬も来てたのかな。いえ、そこまではわかりません。とにかく現場は大混乱だったようで。そっか。そっか。わかった。Yo ando con este que dura 24 horas el juego, bro. 24. Y lo irá a Arizona. Tsukumo ha hikitsuzuki, Kuwana o sagaste kureru ka. Wakarimashita. Dewa. Está siendo super eterno. よう、トボ。悪いな、仕事の時間だ。誰か代われ。え？じゃあ俺がやるよ、カイト。おう。ガードをまめに入れるんだぞ。分かってるって。すげえ。お子様に大人気じゃん。そう思うだろ？ところが東は、俺の上を行くんだ。マジで？東さん、八神先生がお見えです。バーカ！先生なんてつけんな！そいつは呼び捨てでいいんだ。
あ、じゃあ八神の野郎が来ました。いきなり野郎呼ばわりかよ。なるほど。確かに相馬の登場会時代なら俺も知らねえわけじゃありません。やつは直系組織の日教連で杯受けてました。日教連ってのは名門の組だ。今は登場会の解散で、y poco tiempo, apenas tiene poco que la metieron en el plus. Son naka demo Souma to Akutsu wa kiai ga haitteru kanbu kōhō deshita. Pero así es esto. Ya todos los juegos van a ser vicios. Omotemuki ni wa Gohatto no shinogi ni mo tei dashite ta mitai desu. Demo, donna ni kasei datte, ue no mon wa sono agari wo sui ageru dake de nan ni mo ketsumotcha kuremasen. Tsugou yoku tsukawarete tan desu yo. Sore demo相馬たちはいつかのし上がってやろうって歯食いしばってたはずなんですかね。結局出世する前に登場会全体が立ち行かなくなって解散しちまった。青春捧げて組に尽くすだけ尽くしたのにリオン報われなかった。¿Qué tal ya? ¿Cómo vas con el Dead Island 2? でも海藤さんの説でいくと相馬は公安の任務として登場会を中から監視してたんだ。そして組の誰よりも早く登場会に先がないことを見抜いた。公安の潜入なら登場会解散のその後を見越して動く。だから RK って犯罪者ネットワークを作って行き場をなくすヤクザたちをまとめて管理できるようにしたんだ。なるほど。そう言われると確かに RK はカムロ町のしのぎに目光らせてる。自分らに黙って稼ぐ奴らをきっちり締めて回ってんだ。今この町で悪さするには連中の許可がいるらしい。Nada de secundarias。だから相馬が潜入捜査官って説は一応筋としてある。Es que es tipo RPG, subes tú de nivel y te suben los bonos。あとは奴との繋がりさえ裏が取れれば間違いない。東。誰か昔の相馬を知ってる人は、あいつがいつどうやって登場会に入ったとかそういう話が聞ける人。1時間30分でストリーム。なら、そうだな。日教連の元総裁がいる。総裁って、組長のこと？まあな。イリエって人だ。前の肩書きがどうあれ。今じゃチャンピオン街の飲んだくれだがよ。その入江さんから話が聞きたい。相馬と公安の関係が証明できれば連中を追い詰められる。どうかな。まあ会いたきゃ言ってみろよ。いつも明るいうちからアテンシって店にいる。わかった。俺も行くぜ。タボ。Cerquita. Normalmente sí. Pues sí, para que no sea tan fácil. ¿Coco da ne? Nikkyō Ren no Irie-san ga iru tte mise wa. Mainichi nonda kureten daro, ttaku. Ii komibun da yo na.Yo ando con la boca insípida. Y eso soy. Tengo ese sabor insípido. Bueno, no es bien, sería. Ore wa Matsugane gumi ni ita mon de Kaito to moshimasu. Raro, raro el paladar, ¿no? So gai. Ano hito no kobun ka. Uchi no oyaji o gozonji de.
昔ながらのヤクザらしいヤクザだったな。義理人情に厚くて金儲けが下手で。でも俺みてえになる前に死んだのは幸せだったのかもな。少しお話をさせていただいてもいいでしょうか。一緒にいるのは俺の相棒で八神片木ですが、こいつも松金の親父にゆかりのある人間です。八神です。八神で俺と話したいってなんだよ。相馬の話を聞かせてもらえませんか。 RK の相馬和樹です。相馬相馬ね、組にいた頃はただの若造だったんだ。今じゃだいぶ幅利かせてるそうじゃねえの。一杯おごらせてください。Exacto. 隣座らせてもらっていいですか。Que se vea esa educación, ¿no? Que le inviten a copita. Soma はよ。Sí, están los dos. 昔うちの頭補佐がスカウトしてきたんだ。Sí, digamos, versión Jack Sparrow, nada más está el uno. 若造がいるってんだな。ダチとつるんで女こましちゃ金にしてたらしい。 No, esta es pelea directa. なるほど。ヤクザにするには。Pero es mucho leer, porque la historia sí, este... ヤミカジノって。Es que puede estar bien atento. あったやつですか。ああ、うちの組で仕切ってたんだ。カジノはいくつも作っちゃ札に潰されてたな。相馬を組に入れたのは何でです。あいつの方から入りたいって言ってきたんですか。そうだったと思う。さっき言った頭補佐についてたよ。相馬は上には従順だが、自分より下の者にはえらく睨みが効くようだった。極道で使えるのはそういう人間だ。あとは暴力に躊躇ねえとこがよかった。ちなみに組入れる前、相馬のボディチェックはされたんですか。なんで、どういう意味だ。素性は調べたんですよね、生い立ちから何から。まあ一通りのチェックはしたろ。俺が細かく見たわけじゃねえ。入江さん、もしかしたら相馬は公安の潜入だったかもしれません。なんだと。あいつが潜入だとして、pero, そうなるのに何か思い当たることはありますか。este tipo de juegos, 怪しい動きをしてたとか、todo lo que está inmiscuido, 外部の誰かと連絡を取り合ってたとか、pero, no どうだろうな。Este sí es muy muy japonés el juego. 考えたこともなかったからよ。あいつは。Hay gente que nada más, por ejemplo, le gustan de disparo, nada más quieren llegar y disparar y matar, ¿no? 人をやったこともあったはずだ。人？いつだ。El uno también la historia está muy buena, ¿eh? 組のしのぎを殺にチクったチンピラがいてよ。相馬は上の門に命じられて、そいつをさらって山に埋めたんだ。それが。初めてとは思えねえくらい手際が良かったらしい。君が悪いくらいだったって。確か阿久津の野郎がそう言ってたんだ。聞いたぜ。あいつ昨夜殺されたらしいな。耳が早いんですね。誰から聞いたんです。この町の闇は不健だぜ。自分たちだけが何でも知ってると思うよ。ええ、señor se ve bien mafioso。阿久津も夕べ、相馬が公安の潜入だってことに思い当たったんです。だから口を塞がれた。そうか。だが、もう俺には関係ねえ。今となっちゃ相馬が潜入だろうがどうでもいい。組がなくなっちまってんだからよ。入江さんが日教連を閉めた後、子分たちは今、どうなってんです。半分は足を洗った。それと6代目の新事業ってのに呼ばれたのもいたが、あとは地下に潜ったみてえだ。そのうち生きのいいのが RK に迎えられたよ。じゃあその生きのいい子分たちが公安に踊らされてることになります。それも構わないんですか。もうボンクレ正月に挨拶もよこさねえ奴らだよ。半グレの中でチヤホヤされていい気になりやがって。恩知らずどもが。
なんだか酒がまずくなってきちまった。あいつらのことを思い出したら、今はやっぱり。Puse a cargar mi mouse porque ya se le está acabando la pila. Mademo, mainichi akarai uchi kara kuda maite ja. Dare datte aisatsu suru ki wa naku narimasu. Kondo shirafu no toki ni meshi demo kuimasen ka? Toujou kai no chokkei kumichou ga sonna nja. Mukashi, ue o mezashite shinimono kurui de ganbatta ore ra ga. El honor y la vergüenza de... Un whisky en la roca. Excuse me. Kaito-san no ita Matsugane gumi wa Toujou kai no chokkei ni naru no ga higan dattan desu. Dakara ano hito ni wa jibun no oya ga mezashita basho ni Irie-san ga ita to. Sou iu fuu ni mieru nda to omoimasu. Ohanashi ありがとうございました。占領通り北にある三沢ビルって知ってるか？そこで長範博打の賭場が立ってるんだ。賭場？ええ、前に行ったことがあります。そこが何か？その賭場は六本木から流れてきた連中が仕切っててな。そいつらを相手に RK は上がりの分け前をよこせと言ってる。カムロ町で稼ぐなら RK の許可を取れと？なあ。ところが六本木は上がりを払う気がねえ。それで今夜 RK が賭場をビルごと襲撃するらしい。目的は見せしめだ。派手にやるだろうな。一人や二人死人が出るかもしれねえ。じゃあもしかしたら相馬もそこに来るってことですか？さあな。ただ今夜の襲撃は元東条海組の仕切りだ。 RK の精鋭部隊よ。ひよっ子供にプロの仕事を見せるんだと。誰からそんな情報？だから言ったろ。自分たちだけが何でも知ってると思わねえこと。Okay, vale. 勉強させていただきました。何を話してたんだ、タボ。今日これから RK の襲撃が起きるってさ。この間の式の間のビルであの飛ばしきってる連中が RK に分け前を出し渋ってんだ。じゃあそこに行けば RK のメンバーがわんさか来るわけか。もしかしたら相馬も。ああ、とにかく行ってみる価値はありそうだよ。分かった。東も呼んどいた方が良さそうだな。行くぞ。Aquí, ¿no? Tabo, もう何か始まってるみてえだ。ヤガミ、兄貴の、こりゃ、何が起きてます？RKだ。元東条会の精鋭で。このビルを襲撃してる。なんだ。よそもんが上がり納めねえで稼いでるからだと。で、もしかしたら相馬も来てるかもしれねえ。そんな情報よく取れましたね。よし、んじゃ行ってみようか。何？行くのか。あの、スタンマドリアンド。やめて。俺らはただの客で。うっせえぞ、俺。チンピラが。いや、ちょっといいか。ああ。
なんだ、まだ嫌がったのか。見た顔だ。登場会にいた札付きだぜ。イカレ野郎よ。あんなのがまだ何人もいるのか。相馬も来てんのか。あいつはどこにいる。ギャーギャーうっせえぞ。時間食っちゃったよ。どこに相馬や RK の連中がいる。やだっていうか。たまる。No dice nada. ¿Usa la tramposiña? Porque honestamente, tiene que haber algo aquí, ¿no? Que me diga. ¿Tú? ¿Por qué no puede interactuar? Deja rápido, uso la gogliña. ¿De qué es? Taurino. Okay, según esto, lo bueno que tengo esta puta guía aquí. Mata. こんなに暗くちゃ何があるかわかりませんね。ああ、だがここで行き止まりってことはねえはずだ。とりあえず明かりつけらんねえか。ちょっと探してみようや。なんだ。お、やっ。ん？暗証番号使う。面白い。こんなもんで俺らを。
暗証番号面白い。よう、やっぱりこっちのドアをなんとかすりゃいいんじゃねえか。つまり暗証番号がいるってわけだ。おい、どうするんだ。他の場所に手がかりがあるかもしれない。この階を調べよう。行くのか、アボ。なあ、ちょっといいか。え、そのやつ。もう勘弁してください。何もしないよ。先の扉の暗証番号が知りたいだけだ。0508、いや8010だったか。ったく、はっきりしてよ。ま、どっちも入力してみるか。0508か8010か。忘れねえようにしないとな。05。試してみるよ。よし。いや。Bola de pachinko. La tengo que trepar como Spider-Man. どこかへ行くルートがあるはずだ。ちょっと探してみるから、二人は待っててくれる？おう、頼んだぞ、タボ。No mames. Pensé que se iba a morir. Dije, ya se cayó este idiota. ¿Qué?
Espero que valga la pena, ¿verdad? Energía X, ok. Está listo. よっと。¿Y ahora qué? なんだてめえ。まだぶちのめしてねえやつがいたか。げ。覚悟しろや。どっからでも来な。Pusieron castrosos. Tabo. Ah. 屋上について RK を片付けた。ただ、海藤さんたちが登ってくるにはきつそうだ。他に。わかった。ならもうちょっと待ってるぜ。Cansaron nada más al subir. Keko, que estoy de Yagami. O mae, yo que como te sude de coreta. Oi, otongas de tazo. Cono atari ni moca de riata de irka mochine. Mitskishida yachazo. Hey, hi. Bueno, dos más. Yachima y mosca. So, de ne. Matome de catasquechmauca.いやいや、ちょっと待てって。階段の前にいる奴に応援を呼ばれるかもしれない。そうしたら、相馬にも逃げられるかもしれないし。後ろから一人ずつ、死に落としてくるよ。悪いな。なんかあったらすぐに助けるからよ。ここは慎重に行こう。
カイトさん、ちょっと困ったことになってる。手貸してくんない？おう、どうしたターボ。あともう少しのとこなんだけど、 RK がいて身動きが取れない。どうにかして連中をおびき出してくんないかな。任せろ、俺が何とかしてやる。頼んだよ。でらはらみあう。なんだ、猫の喧嘩か。どこで泣いてやがる。どうだタバ、なんとかなっただろ。ああ、名演技だった。カイトさん、助かったよ。せえ。よし、行くか。なんだ？¿Qué es esto? Ay, me dio un ataque de tos. なんとか終わったかな。やるじゃねえか、タボ。ありがとう。この下の階に四季の間がある。相馬がいるかもしれねえ。気を引き締めねえとな。よし、行くか。Entramos, ¿no? ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Coro! ¡Coro! ¿Ale? ¿Nandayo? ¿Kosuke-kun ka? ¡Kori ni gagi de na! ¡Oi! ¡Masaka mata onna damashite kane ni shite tan ja nee daro na! ¡Shite masen! ¡Shite masen kara! ¡Temee! ¿Matsugane gumi no Kaito ka? ¡Oh!さすが有名じゃん。なんでここにいる。てめえも RK に入ったのか。アホか。お前らと一緒にすんな。あんたがこの襲撃の仕切りか。相馬はどうした、来てないのか。余計なとこに首突っ込んできたな。おい、後ろからも来てるぞ。敵は大勢、相馬はいない。これじゃ何のためにわざわざ来たかわかんねえな。しっかり八神探偵事務所、お願いだから助けて。コウスケ君を助けに来たってことにしとこうや。知り合いっすか。ならよかったじゃないですか。あいつ頭かち割られるところでしたよ。よう、そこの3人もやっちまうぞ。それでしまいだ。いいか、来るぞ。
A la madre. たくいい加減にしろよ。12,000 de experiencia。楠本さん、あなたの方からこちらへ呼んでいただけるとは思ってませんでした。どういう風の吹き回しでしょう。いいお返事がいただけると思っていますか。もう終わりにしようと思います。何をです。保身のために秘密を隠すこと。ではどうされるおつもりですか。警察に自首します。あなた方がお疑いの通り、私はミツルの復讐のために河合信也を殺しました。5年前にカムロ町で河合が拉致されたあの日に、自分のこの手で。北方先生はその協力者です。もし自首をすれば、あなたはただの人殺しです。厚労省の立て直しで人気が高まっていた分、そこから突き落とされる衝撃は大きいでしょう。自首は考え直した方がいい。私どもが秘密を守って差し上げますよ。その代わり、あなた方の仲間になれと、そういうことでしょ。官僚が組織にいる以上、しがらみに生きるのは避けられません。みんな国のために、自分こそが正しいと信じる意見をぶつけ合い、無難な落としどころを探って初めてことが進むんです。それなのにあなたはもう十分多くの正義を果たせたじゃありませんか。厚労省の腐敗を正し、天下りの排除も毅然とやってのけた。その成果は私も他の方々も尊重するとお約束します。しかし今、楠本玲子が人殺しだったとなれば、あなたの果たしてきた正義は全部水の泡になってしまう。むしろ揺り戻して前よりも腐敗する結果になるかもしれません。それは望まないはずです。誰にだって秘密はあります。私どもに任せていただければ、必ず最後まで守り抜きますよ。すべて闇に葬るんです。そこが問題なんですよ。沢さんはミツルのお見舞いに来続けてくれた同級生でした。もう来なくていいと拒絶したのは私の方。彼女だけはあの高校でミツルの味方でいてくれたのに。私がこの手で復讐を果たしたから、そこへ引き寄せられた闇に彼女が飲み込まれてしまった。なのにそのことをみんながなかったことにしようとしている。¿Qué te crees que a mí me pasó algo similar con la compu pasada?
No tenía instalado el chipset y mi rendimiento me bajó bien horrible. Nada más instalé los drivers y se corrigió. もっと早くそうしていれば、サバサバ死なずに済んだ。思った以上にあなたは青臭い人だったんですね。あなた方は私を失脚させたことでよしとすればいいでしょう。当初の目的はそれだけだったはずです。でも私は操り、年金160兆に手を出そうとしたのは欲の書きすぎでしたね。私が自首する以上、それはもはや不可能に近い話です。あなたの飼い主たちにそうお伝えなさい。私としてはかけた労力に対して見合わない成果になったわけですね。が捨て身になった人間にもう駆け引きは通じませんな。Yo creo que voy a comprar unas holes, bro. Ya empecé con la tosedera. Ay, Dios santo.お母さん。Ya despertó, chamaco. ここ、どこ？ミツル。なーに？ミツル！ミツル！¿Me despertó del coma después de 13 años? No mames. A mí no se ha gripado. Todos nos estamos enfermando, ¿no? Todo nos está llevando a la fregada. Ay, Dios. Ah, hambre ni siquiera. Mamá, hago te atas. Shoga nai, aniquis, ne. Ato a hiccónde te quedasai yo. Yami agari nanda. No que sé. Te lo juro, hace rato, antes de que llegaras, me dio un ataque de tos que hasta me salieron unas lagrimitas, te lo juro. Tengo la garganta irritada. La voy a buscar unas holes o comprar unas.一応ここの胴元も用心棒とか六本木の精鋭を揃えてたはずなんですけど、 RK には元極道も多くて歯が立たなかったっていうか。でもそれを全部叩き伏せちゃうんだからすげえっすよ。八神さんたちはそんな話を聞きたいんじゃないよ。 RK の相馬は本当に今日ここに来てなかったんだな。ええ、多分いなかったと思います。なるほど。じゃあこんだけ苦労してマジで成果なし。ああ、八神さんたちは相馬を見つけたかったんですか？それならさっき RK の連中が言ってるのを聞きましたよ。相馬は偉人町から指示飛ばしてるって。ほう。じゃあもしかしてずっと向こうで桑野を探してるってことか？そういや今朝方鉄尊のとこに襲撃があったらしいよ。RK が桑名を探しに来たんだ。そこに相馬がいたかまでは分かんないけど。となるともう俺らがカムロ町でやれることはねえ。明日また偉人町に行くか。うまいこと桑名と合流できりゃ相馬だって向こうから出てくるはずだ。ああ、そうだな。Hasta aquí la vamos a dejar a ti por hoy. ¿Cuánto tengo? 41,000. Este es el estilo de pelea más vergas. Me quedan 6,000. Hasta me dieron un logro.